マリアはどうしてこんなにハロウィンが好きなんだろうな。日本人には一つ馴染みにくいイベントだと思ってたんだが。仮装行列で練り歩く子供のお祭りだからじゃねえのか。普段と違う格好をしてはしゃぎ合うってのは楽しいぜ。多分僕はもう少しディープな理由によるものだと思うな。何しろ魔女のマリアちゃんだからね。そういや、飛行場でもマリアは仮装するなら魔女になりたいって言っていたっけ。マリアって魔女が好きなんだ。ええ、大好きよ。困ったくらいに。まあまあ、あのくらいの年頃はファンタジックな存在に憧れるもんですから。せめてテレビアニメのヒロインに憧れるくらいなら可愛いんだけど。魔女好きだとハロウィンも好きになるって論法なのか。わかんなきゃ本人に聞けばいいか。おいマリア、ハロウィンと魔女って何か関係あるのか。は一年間を通じてその勢いを変える太陽は、一年を通して生まれ育ち老いて死んで、そして再び蘇ると考えていたの。納得だな。春のか弱いポカポカした太陽がどんどん成長して暑いくらいになり、次第に痩せ衰えていく様を、なるほど、太陽の一生と考えるのもうなずけるぜ。うん、だから彼らは10月の最後に太陽は死に、死の国で体を休めて冬至の日に再び蘇ると考えたの。それで太陽が1年の生涯を終えて死ぬその日を大晦日、サビンと呼んでお祝いしたの。再び日照時間が長くなりだす冬至の日を太陽の復活の日とする考え方はとても面白いよね。古代の人々がいかに太陽を神聖視していたかがわかるエピソードだよ。なるほどな。で、それが魔女とどう関係があるんだ？10月と11月の狭間は生と死が最も近くなる。ケルト人たちはこの時期に聖女の世界と死者やこの世ならざる者の世界が最も近づき、異界の住人たちがたくさん訪れると信じてたの。日本でいうお盆みたいなものだよ。祭りになっていって仮装行列になってったんだな。マリアは本当に物知りだぜ。ほんまやな。わしもハロウィンに備えな言われがあるなんて知らんかったわ。しかしそれのどこにお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞってのが出てくるんだ。
遊び。本来のケルト人たちの儀式とは何の関係もない。それは後にキリスト教の習慣が混合してできたものなの。でもマリアは本来のハロウィンの姿とはそうあるべきだと思うの。ってのは収穫祭の意味も少しはあったわけか。なるほどな。言われてみりゃ10月ってのは季節的にもいろいろ節目って気がするぜ。日本の4月のちょうど反対側だもんな。なるほど、霧はいいかもしれねえな。うん。そしてね、魔女たちはね、その時期に魔女集会サバトを開いたの。魔女たちは豊かな恵みをもたらしてくれた精霊たちに感謝しねぎらったの。ハロウィンの仮装は向こうから来る客人たちの模倣、つまり彼らにお菓子を施すのは一年の収穫への感謝の気持ちがあってもいいわけだね。うん、ジョージお兄ちゃんの言う通り。つまりハロウィンはこの世とあの世の交流のある時期ってわけなんだな。それで、つまり魔女たちにとってはそういう世界の客人たちと交流できる大切な機会だったと、そう言いたいわけか。うん、バトラの言う通り。だからね、だからね、魔女たちや悪魔たちの力が最も活発で盛んになるのが10月なの。きっとベアトリーチェも来てくれる。そしてね、一緒にマシュマロお菓子食べてマリアも黄金鏡に連れてってもらうの。一緒に魔法の歌を歌って、魔法の呪文を習って、魔法陣の書き方を習うの。そしてね、ルーンの秘密を習って、早く早くマリアを立派な魔女にしてもらうの。あらあら、それは素敵ね。子供は夢があるのが一番よ。ところでローザ、マリアちゃんは今年でいくつになったんだったかしら。マリア、もうそのお話は終わりにしなさい。気にしないでローザさん。女の子なら誰だって一度は思い描く夢じゃない。ありがとうございます。でももうマリアはそういう年を卒業していますので。こら、やめなさいと言ってるでしょ。そいつはなんだかスケールのでかい話だな。ところでベアトリーチェって誰だっけ。なんだっけ、聞いた名前だな。もうよしなさいマリア。ありがとうねバトラ君、お話に付き合ってくれて。カノン君、お仕事があるんでしょ。もう行ってちょうだい。ゴーダさん、みんなとりあえず荷物を置きたがってると思うの。悪いんだけど、みんなをゲストハウスへ案内してくれるかしら。かしこまりました。それでは皆様、ゲストハウスへご案内いたします。それでは失礼いたします。
魔女の話はするなといつも言ってるでしょうが、それはママとの約束だといつも言っているでしょう。ママ痛い、ママ痛い、痛い。ハロウィン、ハロウィン、うるさいのよあんたは。魔女のお祭り、ケルト人が何よ、黒魔術が何よ、バカじゃないの。あんた9歳よ、9歳。電車であんなに騒ぐから、わざわざ電車降りてまでその蛍光塗料みたいな気持ち悪いお化けマシュマロを買ってやったのよ。遅刻してまであんたに買ってやったのよ。あんたどこまで私の顔を潰せば気が済むのよ。でもブツブツ一人で言ってればいいのよ。あら、ローザ、どこ行ってたの？ごめんなさい。バラが素敵だったもので、ついつい。ローザ、早く荷物を置いてこいよ。兄貴んとこへ挨拶に行こうぜ。ん？マリアちゃんはどうしたんや？まだ花壇におるんかいな。ええ、気に入ったバラがあるみたいで、世話をするって言って聞かなくて。しばらくは好きにさせることにしました。女の子には女の子の世界があったことを、私たちはたまに忘れるわ。時には尊重してあげないとね。そうね。お気遣いをありがとう、キリエ姉さん。ゴーダさん、私たちの部屋はどこ？ご案内いたします。こちらでございます。お荷物をお持ちいたしましょう。結構よ。自分で持てます。ありがとう。
マリア様、大丈夫ですか？平気だよ。最低のやつだ。あれで母親なんて。仕方ないよ。その程度の器にはその程度のが入り込む。マリアは全然平気だよ。そうだ、さっき僕がもらったのと交換してあげるよ。誇りを払う程度しかできない。ごめん。ありがとう。人間には誇りしか払えないけど、魔女には元通りに直すことができるよ。ベアトリーチェなら簡単にね。マリア様、ベアトリーチェ様のことをご存知なのですか？